ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回の動画では1976年に起きた山形県酒田大火について紹介していくぜ。ふむふむ。約50年くらい前の火事なんだね。この酒田というのはどういう意味かな？ああ、この酒田というのは山形県の酒田市のことだな。酒田市で起きた大火事なので山形県酒田大火と言うんだぜ。ちなみに酒田市の人口は約9万5000人で、山形県でも人口が3番目に多い自治体なんだぜ。なるほどね。でも、ということは、山形県酒田大火は被害は大きいものだったのかな？ああ。この火災では、酒田市の中心部にある商店街を中心に約22万5000平方メートル、22.5 ヘクタールが焼失してしまったんだ。これは東京ドームの約 4.9 個分の被害規模になるほどなんだ。うわぁ、そんなに大規模な火災だったんだね。ああ、そうだな。ただし、山形県酒田大火で亡くなった人は消火活動をしていた酒田地区消防組合の消防長の一人だけで、一般市民などの犠牲者はゼロだったんだ。なるほどね。一人だけって言っても消火活動でか？辛いわね。火事で焼失した規模は大きかったけれども、人的被害は小さくすることができたということだね。でもそれは一体なんでなのかな？さて、どうだろうな。山形県酒田大火の背景などについては、これから説明していくことにしよう。では、この山形県酒田大火の規模が大きくなってしまった背景などについて説明しよう。火事で焼失した規模が大きかった原因の一つとして、強風で火が広がってしまったということが挙げられている。もともと、酒田市は、日本海から内陸部への風の通り道になっていて、強風が吹く地域なんだ。なるほど。強風の影響が大きいんだね。ああ。この山形県酒田大火が起きた1976年10月29日の酒田市は、冬型の気圧配置に覆われて雨が降る気温の低い天気だったんだ。さらに前日の28日から波浪注意報が出ていた。ふむふむ。悪天候だったんだね。その通りだ。特に風は強く、家の屋根の一部が飛ばされたり電話局の屋上にあった重さ1トンのパラボラアンテナが吹き飛ぶほどのものだったんだ。うわぁ。1トンが吹き飛ぶって、ものすごい強風だったんだね。ああ、当日の瞬間最大風速は秒速 33.3 メートルを記録しているんだ。これはトラックが横転したり家が倒壊する危険のあるほどの強風だぜ。それは、やばいね。さらに、近くの海では激しい高波が出ていたんだ。この高波で漁船が17隻も大破している。17隻も。それは、やばいね。しかも消破した漁船を入れると被害を受けた漁船の数は100隻にもなるんだぜ。いや、100隻。本当にすごい強風と高波が来ていたんだね。やばすぎでしょ。ああ、そうだな。実は酒田市は強風に見舞われやすいことから、大規模な火災が頻繁に起こってきたという歴史もあるんだ。あ、今回の大火だけじゃないんだね。ああ。記録のある範囲でも、江戸時代の1655年から幕末までの約200年間でも複数の大規模火災が発生している。例えば住居などが10件以上が被災する火事は3年に1回の頻度で発生しているんだ。3年に1回は大きな火災が発生しているって。それはもう頻発って感じだね。まあ、そう思うよな。ちなみに5年に1回は100件以上が被災する大規模火災が発生している。え？それって一応聞くけど人が住む地域だよね。街がなくなりそう。さらに500件以上が被災する大規模火災は12年に1回の頻度で発生していた。やばすぎるでしょ。そして1000件以上が被災する大規模火災が40年に1回、2000件以上が被災する大規模火災は67年に1回の頻度で発生していたんだぜ。いや、もうそれ。本当に、って思うくらい多発してるよね。大規模火災が、まさにそうだよな。街がなくならなかったのが不思議なほどの数字、とも言われているほどなんだぜ。本当にそう思うわ。頻発ってレベルじゃないよね。まあ。そういうこともあって、酒田市では、今の東京都である江戸よりも早く消防団が組織されるほどだったんだ。こういう歴史的な背景から、酒田市は火災への防災意識などは高い地域性でもあるんだぜ。なるほど。そういった歴史的な背景が山形県酒田大火の時に役立ったかもしれないってことだね。まあ、そういうことだな。こういった歴史的背景も頭に入れておくと防災を考える上でも良いと思うぜ。ふむふむ。それで、
火災が発生したのは一体なんでなのかな。ああ、そうだな。最初に出火したのは酒田市にある映画館グリーンハウスだったんだ。このグリーンハウスは映画評論家の淀川長春から世界一デラックス映画館と雑誌で紹介されるなど、全国的にも有名な映画館だったんだ。2018年には世界一と言われた映画館という映画が公開されているんだぜ。なるほどね。火災の火元は分かったけれど、原因は何だったのかな。実は原因については特定されていないんだ。というのも火事による焼損が激しすぎて、原因の証拠が発見できなかったんだ。ただ、確固たる証拠はないけれども、おそらくこれだろう、という推定はされている。ふむふむ。それで、どう推定されているのかな。ああ、出火箇所は映画館の天井裏付近と推定されているんだ。そして電気配線系統からの出火だと推定されている。なるほど。つまり配線系統からの漏電が原因で出火したってこと？まあ、その可能性が高いってことだな。そして、この火元となったグリーンハウスの風下に木造の建築物が隣接していたんだ。このグリーンハウスから出た炎は、これら木造建築を焼き尽くして、さらに延焼したと推定されているんだ。そっか。強風の中で、風下に燃えやすい木造の建物があったから、大きな火災になってしまったんだね。それでこの山形県酒田大火はどのように、その被害を拡大していったのか教えてもらえるかな。では、山形県酒田大火の経緯について時系列で見ていくとしよう。まずは、先ほども言った通りなのだが、17時40分頃に映画館グリーンハウスで火災が発生した。ふむふむ。夕方頃に起きた火事だったんだね。ああ、ちなみにこの時、グリーンハウスには観客が20人ほどしかいなかったんだ。これは平日で悪天候だったというのが大きいかなと思うぜ。なるほどね。お客さんが少なかったのは不幸中の幸いだったのかもね。まあ、そうかもな。そして火事発生の約10分後の17時50分頃、消防署に通報がされた。通報後すぐに消防隊が出動したのだが、すでに映画館の出火が激しく、屋内での消火活動は難しい状況だった。そのため映画館の隣接する建物などへの延焼防止を行ったんだ。ふむふむ。消防隊は、火が燃え広がらないように対応しようとしたんだね。ああ、ただ風が強かったりもしたので、結局は周辺一帯にまで影響が出てしまったんだ。また、強風の影響で18時50分頃には商店街で停電も起きていたんだ。そして、19時頃にはグリーンハウスの近くにあった鉄筋コンクリート像の大沼デパートにも延焼してしまった。うわ、デパートも火事になってしまったんだね。しかも、このデパートの建物内のフロアで大きくなった炎が噴出したことで、さらに延焼が起きてしまった。え？なんでデパート内で炎が吹き出してしまったの？ああ、これはフロアの窓が火災で破壊されてしまったために、強風がフロア内を吹き抜けるようになってしまったんだ。そのため、建物内を吹き抜ける強風とともに炎も噴出してしまったんだ。強風恐るべし、でもまあ、なるほど。それで、そして19時58分に酒田市災害対策本部が設置され、20時15分には避難場所が設置された。また、中町地区の商店街に避難命令も出されている。なるほどね。つまり、その頃にはもう火災の範囲が広くなっていたってことだよね。そうだな。20時頃には中町マートにまで被害が拡大し、3階建ての中央座という映画館のすぐ近くまで火が伸びていた。ふむふむ。どんどん規模が大きくなってる感じがするね。そして21時頃には、火災はアーケードと中町通りにまで広がった。さらに商店の裏側に置いてあった可燃物を通じて火災が拡大してしまったんだ。そのため火災の勢いが激しくなってしまうなどで、消火活動が追いつかないほどの火災になっていたんだ。ああ。確かに商店が多い通りだと、燃えやすいものがあるかもね。その通りかもな。そして22時頃には強風が吹き荒れたことで、中町通りの全面が火の海となってしまったんだ。うわぁ。もうそこまで火が強くなってしまうと、対処するのが難しくなってしまいそうだよね。まあ、そうだな。そのため24時頃には、災害対策本部が延焼を防ぐために破壊消防を行うことを決定したんだ。破壊消防、ああ。破壊消防を決定した災害対策本部は、酒田市内の建設業者に協力出動を要請し、ブルドーザーを10台も用意したんだ。このブルドーザーを使い、10棟ほどの建物を破壊したんだ。まあ。ただ実際に使ったブルドーザーは1台だけなんだけどな。
なるほど。炎症を防ぐためにブルドーザーで建物を破壊したってことなんだね。その通りだな。ちなみにこの破壊消防は26時頃まで行われていたんだぜ。そんな深夜まで行っていたんだ。ああ。そして27時から28時頃には、消防車数十台による直上放水で水幕を張る水のカーテン作戦が展開されたんだ。なんか、軍事作戦みたいな名前だね。でも26時頃に破壊消防が終わった後、水のカーテン作戦が行われたということは、そろそろ鎮火も近いのかな。まさにその通りだぜ。またこの水のカーテン作戦、後の28時過ぎには、雨が強く降ったこともあって火の勢いも弱まっていたんだ。そしてこの1時間後の朝の5時頃になってようやく山形県酒田大火は鎮火したんだぜ。ふう、聞いてるだけで手に汗って感じだわ。火災の発生が29日の17時40分頃だから、約11時間ほど経ってようやく鎮火したってことだね。これだけ大きな火災だと被害も甚大なものになったのかな。では、この山形県酒田大火での被害についても説明していくとしよう。最初にも説明したが、焼失した範囲は 22.5 ヘクタールだったんだ。ああ、東京ドーム約 4.9 個分の範囲って言っていたよね。その通りだぜ。そして酒田市の中心部を含め1774棟が焼失してしまったんだ。うわ、ものすごい数だね。ああ。さらに被害総額は約405億円だった。これは酒田市の年間予算を大きく上回る金額なんだぜ。これもすごい数字だね。年間予算よりも大きいって。でも、確か犠牲者は消防庁の一人だけなんだよね。ああ、その通りだ。犠牲者は一人だけども、負傷者は1003人もいるんだ。しかも重傷者は10人もいたんだ。あちゃあ、そっか、意外と負傷者の人は多いんだね。亡くなってしまった人と比べると。まあ、そう思うよな。ちなみに、山形県酒田大火の被災世帯は1023世帯だから、この数字を見ると負傷者が多いのも納得できるんじゃないかな。なるほどね。でもということは、被災した人の避難がうまくいったとかそんな感じなのかな。まあ、それももちろんあると思うぜ。あとは消防隊が活躍したとかも大きな要因かなと思うぜ。ふむふむ。どんな消防隊はどんな活躍をしたのかな。ああ、そうだな。山形県酒田大火では1747名もの消防団員が出動したんだ。そんなに。それに酒田市外からも消防署や消防団が応援に駆けつけてきて、86台もの消防車が集結したんだぜ。なるほどね。さっき話に出た水のカーテン作戦とかでも消防車の活躍は出てきたしね。ああ。また、消防団員の中には火災の濃煙によって目を負傷する人が多かった。だが、負傷後に病院で治療してすぐに火災現場の前線に復帰していった人もいたんだぜ。すごいモチベーションの高さだね。また、この山形県酒田大火では自衛隊も大きく活躍したんだ。おお、今でも災害時は自衛隊が派遣されたりするよね。ああ。ただ実は、この時の自衛隊の動きは少し特殊なものだったんだ。え？一体どのように特殊だったのかな？ああ、この山形県酒田大火のケースでは、自衛隊派遣の要請が出る前に独自の判断で活動を開始していたんだ。え？それって、どういうことなのかな？ああ。当時自衛隊の第6師団長だった竹中義雄さんは、19時のテレビニュースで山形県酒田大火のことを知った。そしてこの時の天候などの状況から、これは緊急事態だ。と判断し、すぐに訓練を行う。という名目で緊急招集を行ったんだ。え？それは訓練ということにして部隊を派遣したってこと？それって、まあ、法律的にはまずいかな。だよね。この師団長の竹中義雄さんは、後で怒られたりしなかったのかな。まあ、どうだろうな。ただ、現地に向かう途中の20時30分に自衛隊の派遣要請がされているから、結果として体裁としては整えることができたんじゃないかな。実際の災害救助の活動を行ったのは要請を受けてからなので。なるほどね。でも緊急時とはいえ、すごい決断力だね。ああ、なかなかできないことだよな。あと独断というか決断というのでは、山形地方法務局酒田支局の支局長も、保管されていた数万冊の各種登記簿を守るために事務所等を破壊しようとしたんだぜ。あ、さっき話に出た破壊消防というやつだね。ああ、その通りだ。
実際に自衛隊員が破壊準備を行ったのだが、幸いにも火の向きが変わったことで、事務所等を破壊せずに済んだ。それは良かったね。もし独断で破壊したら、これも後で怒られてしまいそうだし。まあ、破壊準備が終わった後に山形地方法務局長と電話が繋がって、事務所等を破壊する許可をもらっていたみたいだけどな。なるほどね。でもやっぱり緊急時は、順番が前後することが結構ある感じなんだね。まあ、正規の手順を守っていると間に合わなかったりするからな。緊急時はそういう対応も必要なのかもしれないな。また、この山形県酒田大火では自衛隊が道路の残骸撤去などを行い、大きく活躍したんだぜ。ふむふむ。でも大活躍というには、残骸撤去って割と普通な感じがするけれども。まあ、そう思うかもな。ただ、当時はこういった残骸撤去は自衛隊の活動の範疇ではなかったんだ。そのため法解釈を変更して活動に当たったんだぜ。なるほどね。その理由を聞くと大活躍って言っても良いかもね。ちなみに自衛隊は撤収するまでの8日間で、延べ13,492人、車両が2218両と航空機が42機も出動したんだぜ。それはすごい数だね。でも、こういう消防団や自衛隊の活躍もあって、被害を抑えられた面は大きいのかもね。そうかもな。あと、被害を抑えたという意味では、電力会社の活躍もあったんだぜ。え？電力会社の活躍？まあ、不思議に思うよな。実は山形県酒田大火の当日は日中から強風が吹いていて、火災の前から電線の断線や停電が起きていたんだ。そのため火事が起きた時も電力会社の社員が復旧活動などを行っていた。ふむふむ。そのため、火災が発生している間も停電の復旧活動などを続けることができたんだ。これらの活躍のおかげで、火災の現場となった地域やその周辺での停電を防止できたことは避難する市民や消火活動の大きな助けとなったと言われているんだ。なるほどね。確かに真っ暗な中で避難したりするのはかなり危険そうな感じがするよね。まあ、こういうラッキーな面もあったってことだな。なるほど。でも人の被害は小さく抑えることができたかもしれないけれど、これだけ消失してしまったりしたので、その後の復興とかは大変そうだよね。では、山形県酒田大火の復興などについても説明していくとしよう。火災が鎮火した翌日の10月31日には、酒田市役所で火災復興都市計画の作業が開始されたんだ。そしてこの復興計画では、防災都市の建設というテーマを柱にして、複数の復興事業が展開されたんだ。なるほどね。その柱の防災都市の建設以外の部分はどういうものなのかな？ああ、大きく分けると、将来交通量に対応した幹線道路の整備、近代的な魅力ある商店街の形成、住宅地の生活環境の改善整備、商店街と住宅街の有機的な結びつけ、といったところだな。この中だと特に商店街に関連する復興事業が積極的に行われたんだ。ふむふむ。商店街の復興がメインだったんだね。この山形県酒田大火の復興は順調に行えたのかな？ああ、実はかなり順調に進めることができて、この火災復興都市計画の住民への説明と反対派への説得は半年程度の短期間で済んだんだ。その結果、わずか2年半後の1979年5月19日には復興式典が行われた。この翌日の20日に開催された酒田祭りは復興祭りとして17万人もの人が来場したんだ。おお、素晴らしい。かなりスムーズに復興することができたんだね。ああ、その通りだぜ。この山形県酒田大火の復興モデルは、酒田方式と呼ばれ、短期間での都市復興の事例として有名なんだぜ。1995年に起きた阪神・淡路大震災の復興計画でもこの酒田方式が参考にされたんだ。あ、そうなんだ。そういう意味でも山形県酒田大火は影響の大きい災害だったんだね。まあ、これは良い意味の影響ということだな。さらに山形県酒田大火で自衛隊が残骸撤去などで活躍したことが後の自衛隊の災害派遣の活動の根拠にもなったんだ。つまり良い前例を作ることができたということだな。ふむふむ。法解釈を変更して残骸撤去したってやつだね。そうやって良い活動が評価されて今の法律などに繋がっていくのは素晴らしいことだね。まあそうかもな。また山形県酒田大火から40年後の2016年10月29日に火災が発生した推定時刻の17時40分から1分間の無火災記念一斉放水
が行われるなど、最近でもこの災害を忘れないための行事が行われていたりするんだぜ。なるほどね。でも最初に話を聞いた時は大きな火災が起こったのかな、と思った程度だったんだけれども、今の防災対応などにもつながっているというのが少し驚いたわ。山形県酒田大火の延焼の範囲や、その速さも恐ろしいなと思ったし、それゆえに緊急時の対応というのは難しいなとも思ったわ。本当にその通りだな。緊急時には対応する一人一人の判断や決断が重要になってくるからな。そういった決断をするには災害が発生する前から防災意識を高めたり、準備をすることが大切になってくると思うぜ。もちろんそのためには、災害の正しい知識を持つというのも必要になってくるよな。ともあれ、今回の動画はこの辺で終わりということにしておくとしよう。みんなは今回の事件についてどう思った？意見や感想があれば、コメント欄に残していってね。毎度のことながら、チャンネル登録と高評価、メンバーシップの検討もよろしく頼むぜ。この、ゆっくり災難資料館のチャンネル登録はもちろんだけど、サブチャンネルの、ゆっくりお金の学校、も合わせてチャンネル登録をしてくれると嬉しいわ。ぜひともお願いするぜ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。